際の作り方。使用するバルーンはこちら。350グレーを30センチほど膨らませます。260グレーを60センチほど膨らませ、連結します。260グレーで5センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。両方の風船の空気を先の方に送って紐状にし、反対側でひねり合わせます。350グレーで7センチのバブル。絞りひねり。7センチのバブルを作り、元の位置に絡めます。両方の風船の空気を先の方に送って紐状にし、反対側の絞りひねりに絡めます。160グレーを50センチほど膨らませます。はひねりを2つ。260グレーで3センチのバブルを作り、先ほどのパーツを取り付けます。160グレーで8センチのバブル。絞りひねりを2つ。バルーンの口巻きを絞りひねりに絡めます。4センチと3センチのバブルを作り、残りはしぼませます。指定した箇所に絡めます。350グレーで7センチのバブルを作り、残りはしぼませます。260グレーを60センチほど膨らませ、350グレーの先端に接続します。
5インチラウンドグレイを膨らませます。指定した絞りひねりに取り付けます。260グレーで3センチのバブル、絞りひねり。12センチのバブル、絞りひねり。3.5 センチのバブルを作り、指定した箇所に絡めます。3.5 センチのバブル、絞りひねり。12センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。13センチのバブル、絞りひねり。12センチのバブル、絞りひねり。3.5 センチのバブル、もう一方の260グレーで13センチのバブルを作り、ひねり合わせます。絞りひねり。短い方の260グレーは絞ませます。3.5 センチのバブル、絞りひねり。12センチのバブルを作り、指定した箇所に絡めます。10センチのバブルを作り、指定した絞りひねりに絡めます。残りはしぼませます。160グレーを膨らませます。4センチのバブルを作り、残りはしぼませます。指定した絞りひねりに取り付けます。
160グレーを膨らませます。9センチのバブルを作り、残りはしぼませます。指定した絞りひねりに取り付けます。足を作りましょう。260グレーを20センチほど膨らませます。4センチのバブル、絞りひねり、大きめの絞りひねりを作り、残りはしぼませます。これを計4つ作ります。指定した絞りひねりに取り付けます。目を作ります。160グロを 1.5 センチほど膨らませます。両端を結び合わせ、休憩にしてください。これをもう一つ作り、顔に取り付けます。これで完成です。お疲れ様でした。